読み長兄さん、はい、今何のラケット使ってますか？これ今ヨネックスさんのラケットで、はい、ヨネックス所属の黒木さんの、はい、ラケットをちょっと頂戴して、あらなんか印あるっすか？す、はい、マジっすか、はい、あすげえ、はい、日の丸入ってるラケットを探してたんですよ、はいはいはい、でたまたま黒木さんとおーって会って、うん、でなんかいいラケットないって言ったら、あじゃあ先輩これどうですかって、はい、そう似たよね普通先輩から後輩にあげるんですけど、後輩から後輩からもいただきました多分それは F レーザーの 7V ですよ、ね、7V、うん、せっかくなんで、まあ、今回僕もヨネックスのラケットいっぱい持ってきてるんで、はい、まあ、なんか最近の最新ラケット事情みたいなものをちょっと入れたらなと思いまして、はい、気になります。昔って木ですか？これもう木です。こんな、なんかおしゃれに割れてないですもん。一本一本だ。あの一本シャフトで木のやつ、はいはいはい、やっぱね軽くなっていいですね。いやそうですね、はい、全然違います。なんで今日ちょっといっぱい持ってきたんで、いろいろちょっと軽く打ってもらおうかなと思いました。あ、はい、分かるかな違いが、素人で。いや多分分かると思います。本当ですか、はい、あちょっとじゃあ やりましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあお願いします。お願いします。濃いなあゆ太郎チャンネル。はい、じゃあまずなんですけど、はい、まあ、最近のラケット事情ということで、今使ってるのが、はい、ヨネックスの F レーザーっていう種類なんですよ、はい、ともう一つ、まあ、こちらのジオブレイクっていう種類、まあ、大体この2つで今ヨネックスさんは展開してるんですけど、はい、なんでちょっと F レーザーは弾き、こうボールが飛んでっていくって感じで、で、はい、こっちは球を持つ感じ、本当ですか？そうなんですよ。で、まあ、まずこれが2種類やって、うん、で今度これの F レーザーの進化系が出るんですよ、はい、進化系が？進化系、このボルトレイジっていう、これも弾きに特化して、はい、で今日はちょっとまあジオブレイクの持つ感じとこちらのボルトレイジの弾く感じをちょっと体験してもらおうかなと思います。わかるかな？難しいですかね。あとはジオブレイクの50使って柔らかいと、そうそう、これがジオブレイクシリーズの、ジオブレイクシリーズなんですけど全部、はい、まあ、番号が50、70、80ってあって、はい、まあ、番号が高いほどラケットがまあ硬くなって、まあ、上級者向けっていう感じ、でゴルフでいう RSX みたいな、うん、そう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 、イメージですか？そうです、ゴルフもそういう感じなんですけどそんな感じで R は50ですね、 SX みたいなイメージ、はい、あ、まあ、そんな感じもちょっと打ちつつ、はい、試していただこうかなと思います。はい、じゃあまず何からがいいですかね？ジオブレイクの50から50から、これがまあ一番まあ中学生とか女の子に大人気な、うん、初心者向け、それまあ割かし初心者向け、小中級者ぐらいですかね。うーん、これ多分いろんなの打ったら多分、あ、全然違うっていうのが分かると思うんで、あ、いいですね、いいですね。じゃあラストで、まあ、これが50です。あ、でも打ちやすい。まあ、これが50、はい、で次ちょっと固めの70、はい、これの70シリーズ、はい、どうですか？こっちのが僕好き、はい、あ、本当ですかいいですね、球閉まってますね。やっぱこうラケットによって違いますよね。やっぱ違いますね。パッて打った時に、あ、打ちやすいとか、うん、あ、飛びがどうだとかってかなんか感じるものがあると思うんですよね。はい、なんかこれっちの方が自分がイメージしたところに出てる感じがする。ああ、じゃあこっちの方がいいと。はい、じゃあ次この80、はい、これよりちょっと硬い、まあ、これ一応最上級モデル、最上級モデル、はい、一番上級、はい、使うらしいですね、はい、これ一応新色で、これまだ販売してないんですけど、でもなんかこっちの軽く感じる、あでしょう、あ、めちゃくちゃうまい、うまいだんだんもううまくなってきてこの一瞬でもうつかみ始めたそう、どうですかね。なんかこっちの方が引っかかるかな、ネットに引っかかるかなと思うと、はい、スッと上がって落ちる
感じがします。こっちの方でもなんかしっかりきてましたね、うん、こっちの方がなんかちょっとでもイメージは僕のイメージには合ってる感じがします。気持ちいい感じで、やっぱ違いますね。そうなんですよ。で、まあ、これがまあジオブレイクシリーズ。ただこれほらあっち V だから、これストロークプレイヤー専用だけS と V ってあって、これ S シリーズって言って公営用なんです、ストロークで、はい、で、ひろみちお兄さんが使ってるこの F レーザーは F レーザーなんですけど、この V はボレーの V、はい、全用なんでちょっと硬いんですよね、はい、そうなんですね。こう S の方がしなるようにできてる、なのでクラブで言えばこれがドライバーだとしたら、こっちが7番アイアンとか、なるほど、そういうなるほど。いやでも分かりやすいです、めっちゃ分かりやすいめっちゃ分かりやすいドライバーなんで飛ばしやすいっていうなんですけど、こっちはボレーとか短いです、ね、重心の問題もやっぱ先が軽くなってるっていうのが操作性も高いですか、はい、あ、そうか、だからこう動きやすいんですね。そうです、まあ、その違いもあるんです。なるほど。で、まあ、これの F レーザーの、まあ、後継機と呼ばれる、これもまあ7月販売するボルトリー、はい、まあ、これも S なんで、まあ、V と S ちょっと違いはあるんですけど、うん、まあ、ちょっと弾きっていう、まあ、こっちは持つ感じだったのに対して、はいはい、こっちちょっと弾く感じなんで、また多分違った感覚になる。はい、あ、これも軽いですね。あ、そうですね、ちょっと軽いですね、ラケット木と比べたら、うん、木は全部ね、そうね、全然違いますよね全然違いますねで、ちょっと先端の方にスポットがあるんで、前、こっちの方、そうなんですよ、はい、そうなんです。だって弾が弾いてるんで、あんまり山ありにならないのが分かると思う、はい、キュッと飛ぶよね。あ、いいですね。あ、いいですね、これ。腰が入り始めてますよ。そう。腰が入り始めてます。そう、だんだんフォームが綺麗になってきてる。ああ、なるほど。これも全然低いところでいいですね。そうなんですよ。結構、ああ、いい。これ気持ちいいですね。そうですよ、これ、あと、音もいいって言われてて、はい、ゴルフクラブの指導はしたことあるけど、テニスのラケットの指導ってないから、すごいなんか新鮮です、はい、そこは結構違いますね。全然違います。ヨネックスさんだけでもこんだけいろいろあるんで、はい、他のメーカーさんもまあもちろんいろいろあって、はい、結構覚えることもいっぱいあって、そうですね、意外と楽しいですよね、こうラケットをこう、いやー打ち比べると。でも迷う。あ、打った感じどれが良かったですか。第一印象は2本目、あ、やっぱ70です、はい、これがでも極端にもう違うんですよ、ね、こっちとこっちって。なんでかっていうと、面は別に、あ、でも違うな、面も。このグロメットっていうんですけど、ここが動くようになってるんですよ、ジオブレイク。で、この動くことによって回転を生み出して、この持つ感じが、はい、逆に、まあ、これジャイロバーストシステムっていうんですけど、はい、こっちレイバーストシステムって言って逆に動かないようになる、はだから弾く、壁にポンっていっていう感じ。こっちは掴んで押す、こっちは弾くみたいな、はい、っていう違いがあるんで、俺どっちが好きなの。もう一回最後打ってじゃあお願いしますか、はい、なんかやっぱいいっすね。てか打つ音によくやるでも70ジオブレイクっぽい癖玉になってる。そうですね、やっぱ違う。ありがとうございます。うん、こっちでもなんか弾いてね、やっぱ力強い感じが、うん、やっぱ F レーザーを使ってたからスピード感はある感じですね、こっちの方が。こっちの方がスピード感ありますね、はい、なんかでも楽、こっちの方が、あ、やっぱ弾いてくれるから、はい、音もいい。気持ちよさはもしかしたらこっちの方があるかもしれないですけど、うん、けど打つとこっちの方が楽。あ、変なんですね。いやいや、それで合ってるんですよ。いいんですか、はい、どっちをまあ取るかっていう、まあ、だからもし、まあ、今後のラケット選びの参考に、はい、え、ヨネックスの人、うん、営業かけてる。結構ヨネックスの人でしたね。結構ヨネックス。営業かけてる。これいいですね。じゃあそのままお持ち帰りいただいて。それはダメだ、俺が使うから。あ、これアユタロの使ってるやつ。これ僕使ってます。名前入ってるでしょ、アユタロって名前が多分どっかに。あ、本当だ、アユタロチャンネル。今日はひろみちお兄さんにいろいろなラケットを使ってもらってみたでした、はいはい、なんかもう新鮮新鮮、うん、テニスラケットのこういうシダっていうのはなかなかない、ね、なかなかしないですよね。いや、全然ないですね。で、結構中高生とかもやりたくてもできないんで、こんなラケットないじゃないですか、ね、高いもんなんで、はい、まあ、学校内でいろんなラケット持ってればあれですけど。そうですね、
なんかね、困ったことがあったら、あゆ太郎さんに連絡ください。連絡ください。ね、いっぱい持ってきちゃうから。あゆ太郎が、あゆ太郎がラケット持ってみんなの学校回ります。それでいいですね。だからメーカーの人学校訪問。それもメーカーの人がやってるんですよね。その時は、あのね、校長先生、予算いっぱいお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。またちょっと別の動画もね出てるんで、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそうにかないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。